シーダー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は9615人で、軍庁所在地はハーティントン。ネブラスカ州のナンバープレートで、シーダー軍の車両は最初の数字が13になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、シーダー軍の車両登録台数が州内の軍の中で13番目に多かったからである。 シーダー軍は1855年に組織され、軍の名前はこの地に、たくさんの杉の木を植えたことにちなんでいる。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1932平方キロメートルである。このうち1917平方キロメートルが陸地で、14平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの0.75%が水地域となっている。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、シーダー軍には9615人、3623世帯及び2565家族が暮らしている。人口密度は5平方キロメートルで2平方キロメートルの平均的な密度に4200件の住居が立っている。 この軍の人種の構成は、白人99.07%、黒人0.10%、先住民0.20%、アジア系0.04%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.18%、及び、根結0.40%で0.43%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 軍の住民の69.8%がドイツ系、5.1%がアメリカ系移民の子孫である。シーダー軍に住む3623世帯のうち34.80%は18歳未満の子供と暮らしており、63.60%は夫婦で生活している。4.30%は未婚の女性が接待種であり、29.20%は 家族以外の住人と同居している。27.00%は独居で、全世帯の15.70%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.60人であり、家庭の場合は3.20人である。軍の住民はーセントが十八歳未満の子供で十八歳以上十四歳以下がセント 25歳以上44歳以下が24.20%、45歳以上64歳以下が20.30%、および65歳以上が20.00%となっている。平均年齢は39歳である。女性100人に対して男性は100.10人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は97.10人にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は33,435ベードルで、家族ごとでは39,422ベードルである。男性の26,707ベードルに対して、女性は18,370ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,514ベードルである。総人口の9.10%、 家族の6.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の10.70%及び65歳以上の9.70%は貧困線以下の生活を送っている。ローレルの様子、ありがとうございます。